はい、皆さんこんにちは。坂キャッツでございます。土曜日のですね、5時になろうとしています。まったりしていますね、本当にね。もう夕方ですね、雨降らないんでね、よかったわ。帰り傘なしで帰れる。まあ行きも今日は傘なしで来ましたけどね。はい、さて、マンションの資産価値レポートというものを私はずっと更新してるんですけど、売れてますね。いやー、どうでしょう、ここ何年かで一番よく売れてるのかも分かりませんね。急になんというか新築まで動き始めたという感じですね。去年のね、去年のどうでしょう、後半売れてなかったですね。一部の中古マンション以外は去年動きが鈍かったんですよ、ものすごく。ところがね、今年に、去年の終わり頃からかな、まあ、やけにね、何もかもがね、売れるんですよ。売れんでええのにと思うようなものまで動いてるんですね。これどうでしょうね、あの人間の集団心理みたいなもんで、他の人が買ってると俺も買わなあかんのかという感じになるんでしょうね。で、動いてるのは富裕層なんですよ。富裕層と、もうテレワーク需要はね、ちょっともう峠は越えたんちゃうんかなと思うんですけどね。いや、あと一部屋欲しいという需要ですけど、それも峠越えたような気しますけどね。でもその都心に関しては富裕層が動いていて、ですね、名目ような高いのもね、ポロポロ売れてるんですよ。俺は買う方がええんちゃうかなと思うけど、それその値段で買うのみたいな、そういう新築マンションもね、決まったりしてるんですよ。いや、富裕層はね、コロナで全く傷んでないんですよ。傷んでないどころかね、本来だったらね、毎年毎年海外旅行で何百万も使ってたのは、去年と今年は使えへんやん、余ってるやんみたいな。で、別にその何百万でマンションは買えないんですけどね、要はあいつら暇やとですね、なんかこう買い物をしてないと落ち着かないんですよね。ほんとしゃあないし、こう、いや、このためにこの家買おうかみたいなね、そういう買い方すんなと思うんですけど、やってるんですよ、ほんまに。いやだから売れてますよ。ただ郊外に行くとね、郊外に行くと売れてないんですよ、これが。去年よりかはマシですね。去年よりかはマシなんですけども、なんていうか、もうその完成在庫でね、バキバキの値引きしてるようなものがちょろちょろって動いてるぐらいで、新しいのは動きませんね、ほんまに。一般的なその500万から、年収500万から700万ぐらいの方が買うようなマンションっていうのは動いてないですね。これ一次需要層っていうんですけども、第1次、第2次って、ファーストタイム、セカンドタイムの1次、2次です。そのファーストタイムに、こう、マンションを買うという人たちが、の向けの、まあ、いわゆる郊外で、長谷郷が作るでっかいやつですね。あれは動きが鈍い。鈍い。あれちょっと浦和あたりのですね、小さいマンションも、高くないのに売れていなかったりしますね。不思議。不思議というか、まあ説明はできるんですけどね。そういったその500万から700万ぐらいの普通のサラリーマンの年収は上がってないんですよ。上がってないから、マンションがちょろっと値上がりしても買えないわけですね。で、だからそういったマンションを取り残されていくにもかかわらず、都心にあるマンションはちょろ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 っと動いてるわけですね。中古マンションはすごい勢いで動いていました。どうでしょうね、そろそろ陰ってきてるんちゃうんかなと思うんですけどね。先月の動きがもうすぐ出てきますんで、少しは読めるかもわかりません。多分、季節要因もあって陰ってくるとは思いますけどね。あと、そのもうすぐオリンピック始まりますから、多分オリンピック始まると、なんか人々が様子見で、なんかじっと、テレビでオリンピック見るってのもあるでしょうけども、ちょっと動きが鈍る。で、ちょうど7月8月っていうのは鈍る月なんですね。今年はオリンピックもありますから、だからまあちょっとこれで落ち着くかも分かりません。で、ただこの前半、今年の前半6月末までは相当いい動きをしました。中古マンションも新築マンションも都心
主に都心エリアで相当いい動きをしましたんで、どうでしょう、この5、6年では一番良かったんちゃうかなぐらいの動き方をしますね。でこういう時にみんなが買うてるからって一緒になってマンション、まあ、買うてもいいんですけど、まあそれはその人の好き好きですけど売るんやったらほんまに売り時ですよこれ。まだねマンションの値段ってそんなに急激に上がったり下がったりしませんから、今年いっぱいはこの値段はほぼ維持できるんちゃうかなというんであれば、今は本当に、去年の今頃よりも売り時、去年の今頃はね、早売れな売れませんよねって言ってたんですけど、あの時には全く予想できない動きになってますね。コロナいつまでも終わらへんわって、景気は思ったほど悪くなってないわって、まあ一部では悪いんですけど、世の中お金がジャブジャブやわって、もう世の中お金がジャブジャブになるということが私は全く予想できなかったですね。あそこまで景気対策をやるかっていう、真水60兆ですよ。そんだけね市場にぶち込んだらそれは景気も良くなるわなと思いますよ。でも60兆ぶち込んだ割にはね、経済成長が前出してそれなんやねんって言うんですよ。本来60兆ぶち込んだらね、10% ぐらいの経済成長しなかったせなあかんはずなんですけど、それがマイナス成長になった。そこまで実際コロナによってですね、日本経済は傷んだということなんですよ。で、60兆円の経済対策は、私は今まで知ってる中、景気対策の中では一番効きましたね。やっぱり最大規模ですから、東日本の時ですらそんな規模の経済対策はしなかったと私は記憶してますけども。だからそんだけねすごい経済景気対策を行ったんで、世の中お金がジャブジャブになって、まあ、株価も調子よく上がっています。最近止まってますけどね、それで、不動産の値段もですね、もうその都心の一部では上がってるわけです。路線価が下がったからね、皆さんね下がってるのかと思う人おるかも分かりませんけど、あれは全国的な話であって、東京の山手線の地が上がりまくってますよその一部以外は特にマンション用地は上がりまくってますよ。なんやねんっていうぐらい上がってますよ。その周辺も上がりまくってます。だから路線価の動きとは違うんです。で、これがいつまでも続くんかっていうと、そんなことありえへんわけですね。いつか終わるわけです。で、上がった値段もね、私から見たらね、これ以上はもう無理ちゃうのって、どう考えても今でももう無理だと思うんですよ。これは無理やろっていうところまで来てるんですよ。でもね、それは理論的に無理なんですけど、実際起こり得るわけですよ。バブルの時もそうでしたし、ファンドバブルの時もそうでした実際に起こり得るわけであって、それが今起こってるんちゃうかなと思います。でこれは本当に何かのきっかけでガラガラガラっと崩れる可能性は高いと思います。何かのきっかけっていうのはね、いろいろあるんですけど、五輪失敗ってもあるでしょ。その後中国のデフォルト、中国で大きなデフォルトがある。これは多分来年の北京五輪終わるまではないと思うんですけど、その後ドカドカっと出てくる可能性がありますね。であとは通貨危機、じわっとですね、新興国、いわゆる韓国とかタイとかインドネシアとか、ああいう国のですね通貨がですねちょっとやばくなってのちゃうかなという感じがします。でそういうことがですね、何か爆弾がポンとどっかで爆発すると、まあリーマンみたいなものですね、ドドドドドッと世界の金融はおかしくなって、となっていくと、不動産は一気にそこでフリーズするんですよ。不動産ってあっという間にね取引がなくなるんですよ。である不気味ですよ、ほんまに。不思議で、不動産って本当不思議でね、売れるときはわーっと売れてるんですよ、今ですけど、売れなくなるとピターッと止まって、今まで100動いてたのが3とか8とかになるんですよ。何これみたいな、9割なくなってるやんみたいな、そういう動き方をします、不動産って。だからこの流れがこのままずっと来年の今頃はヘラ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 って売れてますねって言えてるかどうかって、多分かなり怪しいと思いますねただその爆弾がね爆発しない限りにおいては、そんなに、こうガクンと下がることはないんで、皆さん安心してね今年はまだ売りというステージが続いてると思います。でもしかしたら去年の相場よりかは若干高く売れるかも分かりません
じゃあみんな今ものすごいね高い値段つけてますからあんまりにも高すぎるのは動いてないですね。ね適当な値段のものがジョロ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 と動いてる感じがします。ですんでもしこれ売ろうかどうしようかという迷ってるのであればですね、今はもう間違いなく売りです。マンションを2つも3つも持ってて1つしか使ってへんって言うのは早めに売りましょう。そんなもんほんまに知りませんよ。この後爆弾爆発したらね、そんなんで、ね、フリーズしたらね売れなくなりますからね。今まで9000万で売ったものがフリーズしたらもう次その買い手がついた時には7000万やったっていうことはもうそんなこと普通にありますよ。ですんで迷ってるんなら売りましょうというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。